アトリエ、アーランドの錬金術師。
丸くしてっと、こうした方が運びやすいの。出発だね。楽しいお出かけになるといいね。
知らないけど、依頼の道具の材料がそこで取れるみたいだから、調査がてら行ってみようと思うんだ。なるほど、そういうこと。ルルアちゃんが決めたならもちろん私は OK だよ。しっかりとね、ルルアちゃん。はいはーい。私たちの勝ちだ。
ば錬金術の基本、おろそかにしたらバッチが当たるよ。
掛けになるといいね。魔物がたくさん。そうだね、ここはアーキュリスの水源だし。なんだ、ルルアか。それに？はじめまして、エーファと申します。ルルアちゃんの幼なじみです。ああ、そうか。僕はですよね。ルルアちゃんに依頼を押し付け頼んだ。なんか今トゲがあったような気が。気のせいか。そうだねえ、オーレル。オーレルはどうしてここに？ああ、ここには魔物が多いと聞いてな。修行がてら魔物退治に来たってわけだ。ほうほう、それはちょうどいいですな、エーファさん。そうですね、ルルアさん、渡りに船ですね。なんだお前たち、急にニヤニヤしだして。まあまあ、あのね、オーレル、私たちオーレルの依頼のためにここに来たんだ。というわけだから一緒に行こ。は？いや、はじゃなくて、オーレル依頼人でしょ。依頼人なら私たちのこと手伝ってよ。意味がわからないぞ。どうして依頼人が手伝わなきゃ。まあまあ、魔物がたくさんいる場所に女の子を二人放置するのも気が引けるでしょ。いてくれてよかった。よろしくお願いしますね。おい、こら、勝手に話を進めるな。おい、お前たち。
お、これは役に立ちそうだね。よいしょ。どんなものが。これは調合に使えそう。今の予定は何の材料になるか。さあ出発。今日は何が見つかるかな。よし出かけよう。私たちの町の水源、あまり荒らしたくないね。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。よいしょ。暗くなっちゃった。アトリエに戻った。一気に仕掛けよう。力を込めて発射。つまらない勝負だ。強くて。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。今がチャンス。それそれ。つまらない勝負だ。植物は錬金術の基本。いっけ。おろそかにしたらバッチが当たるよ。よいしょ。どんより。私も頑張る。種類によって色も違う。しっかり勉強しないとね。洗濯物が乾かなくなっちゃう。よいしょ。どこでも取れて。よいしょ。どこでも使える。木って大切な材料なんだよ。こっちがこうで。ああ
中身はなんだ。主みたいな魔物はいなかったよね。よくわからないんだが、その古文書とやらに書いてある話は合ってるのか。そもそも突然空から落ちてきたものなんだろう。かなり眉唾なような気もするが。も疑う。信じる者は救われる。信じていればなんとかなるなる。世の中ポジティブでな。さすがルルーちゃん頑張れ。僕はとんでもないやつに依頼をしてしまったのでは。まあいい。それで主のこと、主というだけあってきっと魚の魔物なんだろう。だとすればありえない話じゃないと思うが。ああ、確かに。だとするとどうすればいいんだろう。お魚だし釣ってみるとか。ああ、釣っちゃうのはいい考えだね。でも魔物を釣れるくらい丈夫な釣り竿なんて。どうした、すっとんきょうな声を出して。いや、古文書が光って。来た来た来た。ほら見て、ここ。何も書いてないな。もうオーレルにも読めないの。また古文書に文章が増えたんだよ。しかも今回はすごい釣り竿と餌の作り方みたい。まあまだ完全に読めたわけじゃないけど。へえ、ほんと困った時に頼りになる本だね。じゃあ古文書の解読、そううまくいくといいけどな。行くってば。よし、頑張ろうね、みんな。ルレアちゃん、荷物重くない？何が出るかな。見っけ。エーファは大砲持ってるし。あ、これくらい私が。新しい文章。ちんぴんちんぴん。粘土はこねて丸くして。なるほど、そうした方が運びやすいな。ここはこう。
行くぞ。切り裂く。行くぞ。目的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。古文書に書いてあるこの魔物、見たことも聞いたこともないよ。こういうのに詳しそうな人、あ、そうだ、リーザ姉ならひょっとして。ふんふん、なるほどね。もちろん知ってるわよ。はい、これその魔物が住んでる場所のメモね。はい、ありがとう。さすがリーザ姉、頼りになる。え、うん、伊達にアーキュリスの依頼を取り扱ってませんから。そうだルルアちゃん、せっかくだから依頼を受けていかない？え、依頼を？そうそう、ね、こんな感じかな。うんうん、つまり依頼をこなせば嬉しいことがたくさんある。そういうこと。最初は簡単なものから慣れてもらおうかな。もちろん時間があるときで大丈夫だから、ルルアちゃんよろしくね。はーい。